プノンペンでクメール料理と夜の街散策。お腹が空いたので一旦カンボジア料理を食べることにしました。ここは炭火焼きが美味しいっていうバーベキューレストランみたいで、ちゃんとカンボジア料理クメール式になってるみたいで、今日は1月22日でチャイニーズニューイヤーのもう真っただ中だから、日本でいう1月1日のお正月なんですけど、ここは結構人が入ってて、普段だともうもっと満席とかになるみたいなんですけど、で今私注文してからその炭火焼きレストランって知ったんで、全然なんかそれっぽいもの頼んでないかも。料理待ちたいと思います。料理が届きました。10分くらいかな、結構早く来ました。行きます。これがイカ炒めで、これがチャーハンに、これがエビの生胡椒炒め、緑の粒が生胡椒になっています。珍しいですよね。これが牛肉のなんだっけ、牛肉と野菜、美味しそう。食べていきます。いただきます。私一つ重大なミスをしてしまって、このお肉蒸したやつ、お肉蒸したこれなんかめっちゃ上が全部パクチーで、やばいやばいね。これを機に克服みたいな、ちょっとこの下の方の何もかかってないとこを食べてもパクチーやばくてどうしよう、どうしたらいい。でもお肉自体は美味しいの、多分なんかね、料理名パクチーぐらい強い、本当に強い。体に良さそう。このもう食べてるっていうあのイカ、これ美味しかった。これ美味しかったっていうか、これ自体あんまり味なくて、チリソースつける感じ。毎回イカの尺が長すぎて一旦イカ噛んでました。で、一番美味しかったのがこのエビの生胡椒炒め。まあ、生胡椒まだ食べてないけど、エビと野菜の味付けがめっちゃ美味しくて、何だろう、何の味って言えばいいんだろう、なんか知ってる味なんだけど、生胡椒がこれ海ぶどうみたい。
して頼んでいきます。独立記念碑があるところの広場に来ました。すごいライトがカラフルで可愛い。で、手前に見えるこの大きな像はヌドロクシアヌル王の像です。王様の、すごい大きいんだよ。伝わるかな。20-30メートル。で、奥に見えるのが独立記念碑です。この独立っていうのはフランスから独立したものになります。ちょっとお昼というか夕方も通ったんですけど、やっぱり夜が綺麗ですね。この辺もすごいキラキラしてていい感じです。はい、こちらは1958年にフランスからの独立を記念して建てられたものになります。作ったのはカンボジア人の方です。カンボジアの彫刻家の方が作られました。麻酔もありました。蓮の花が真ん中にあります。すごいこの辺めちゃくちゃ落ち着いてる。すごいね、派手なね、中国みたいなホテルがあるので。韓国語、こっち明るい。かわいい柿屋さん。死ぬ。めっちゃ明るいこの店。派手なホテルの後ろがカジノだったみたいで、あ、じゃあこの辺そういう、リゾート風なのかな。それは何だろう、あ、フレッシュジュース。めっちゃいろんな種類ある。氷粉だよ。ここもおしゃれ。ラガワールドっていうカジノ施設の前に来ました。カジノはしないので、建物の外観だけ見ときます。今日はチャイニーズニューイヤー初日です。中華系の方やベトナムの方もお正月は今日です。1月22日。さっきパネルお花とかやったんですけど、もう今あれしか出てこない。多分クリスマスツリーじゃないと思うけど、クリスマスツリーみたいなモニュメント。めっちゃポップコーンのいい匂いがする。すごい、なんかこの辺だけなんか全然違う国みたい。お、お花なんか貼ってない、あれ。あそこにあっちにはないから。すごいね。
すごいなんか路地もおしゃれ。カザックストリート。ここはバーだね。バーでピザ屋さん。かわいい。めっちゃおしゃれ。リバーサイドの飲み屋街に来ました。何屋さんなんだろう。すごいこの辺お店がたくさんある。バーレストランネイル、バーだね。バーがいっぱい。この辺かな、もしかして。あの治安なんかリバーサイドはちょっと気をつけなさいみたいな情報があったんですけど、リバーサイドって川の横のことか、川の近くのこういうとこかどうかなんだろう。すごいギラギラしてるよ。一応ね、だから、あ、すごいライト、いい感じ。なんかヘアセットしてたりドレスも売ってるから、この辺夜の店が多いのかな、もしかしたら。なんかパリピッパーチック。いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。気に入っていただければ、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。またお会いしましょう。